アントニア山とは、アフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に位置するサンティアゴ島の中央部に存在する山の一つである。サンティアゴ島の前頭地図。島の中央の少し南寄りにピコダ・アントニアと書かれている場所がアントニア山である。1994年4月に撮影されたアントニア山。アントニア山は、おおよそ北緯15度3分。 成形23度39分付近に位置しており、ここはカーボベルデに属している。この山はかつて清掃火山として形成された山だと考えられているものの、現在は火山活動は見られない。山頂の標高は約1394メートルであり、サンティアゴ島における最高峰である。ちなみにサンティアゴ島内で二番目に高い山はマラゲタ山であり、 アントニア山からは直線距離で約1 5 7トル離れている。アントニア山には何本もの道が作られているものの、2001年現在、山頂へと続く道は作られておらず、いずれの道を使っても山腹までしか行くことができない。アントニア山の山頂の標高は文献によって違うこともある。例えば1 3 9 2ルなどと書かれている例も見られる。 abc セラドゥピコダアントニアハット ab ピコダアントニアありがとうございます。